やばい、髪の毛が。デイ4です。あ、間違えた。待って、ちょっと待って、あ、よしみんこんばんは。あ、なおちゃんも。よしみさんめっちゃ久しぶりだね。なんかこんばんは皆さん。キャンドル、あ、これあれだよね、シェリアンの生徒さんだよね多分。皆さんこんばんは。ちょっとさ、めっちゃ暑くない？私たち埼玉すごい暑すぎて、なんか今日髪がすごいやだわ。なんでまとめました。ゆしみさんこんばんは。タットさんのライブにいたね。あ、なおちゃんもこんばんは。なおちゃんエネルギー爆上がり中っていう噂を聞いてる。なおちゃんこんばんは。デイ4です。あ、みほちゃんこんばんは。みほちゃん今日プーさんとデートじゃない？今日みほちゃん来ないかなと思って。あ、よしみさんバイトで参加できなかった。参加できて嬉しい。あ、そうなんだ、嬉しい。みんな私のモチベーションだから、みんなが来てくれるの。今日はですね、まあ今日はね、自分の気持ち本音を伝えるときに私が大切にしてることってことで、なんかね今日 DM をいただいたんですよ。ちょっとストーリーに流したんだけど、多分あれは男性なのかな、なんだけど、なんかやっぱりこう本音とか、こうそのねストーリーもらったのって、相手がどういったことを言ったら嬉しいですかみたいな、あの質問だったんだけど、なんかそれって、その私はそのちょっとやり取りをしてて、本音を伝えた方が、本音はどう言いたいんですかみたいなことを聞いてたりしたんだけど、なんかやっぱりみんなその相手がどう思ってるかとか、相手がどう伝わるかとか、なんかそっちにちょっとフォーカスしてる人ってやっぱり多いし、まあそのゆる恋とかしてても、やっぱ本音を伝える、自分の気持ちを伝えるってところに結構なんていうかな、こう苦手意識がある人が多いなって思ったんで、今日はそれを話そうと思ってました。みほちゃんこんばんは。え、なおちゃんどんな噂ですか？え、なおちゃんがなんか、なんだっけ、昨日タクトさんからとやり取りしてんね、 DM で。え、なんかなおちゃんめっちゃやる気になったからみたいな。もうやる気になりまくってブログ3本書いてるしね、楽しみにしてる。いつぽさんこんばんは。そうで、さっきさ、ちょっとあのストーリーにあの流した、みんながこう人と関わる上で、人とのコミュニケーションで自分の気持ちを伝えるのに気にしてる部分ありますかみたいなストーリーをさ、ちょっと載せたんだけど、割とね4つ載せたんだけど、結構バラバラに分かれてるんだよね。あの、そもそも人と関わるのが苦手って人もいれば、相手を傷つけないか気にして本音を言えないって人もいるし、あと本当に言っても無駄だと思って我慢してるって人もいるし、なんか相手にどう思われるんだろうってあの考えちゃうみたいな人もやっぱりいるんだよね。みんなどれに当てはまっただろう。さっきね、回答してくれた子もいたけど、結構バラバラだったんだよね。アイリちゃんもこんばんは。アイリちゃん年表の癖分かったんだよね。気になると思って。そう、みんなは何が苦手ですか？で、これね、私の例で、その大切にしてることをね、今日は話すんだけど、まあ、どのパターンにおいても、なんか活用できるかなって思ってて、なんかもともと、わかんない、私を見てどういう印象を持ってる人がいるかわかんないんだけど、私はその人と関わることがそもそも苦手ってタイプではなくって、関わることは好きなんだけど本音は言えないっていうタイプだったんだよね。で、あのさっきストーリーで流した、私の場合で言うと何に苦手意識を取ってたかっていうと、私はね、あのどっちかってちょっと2つあるんだけど、相手を傷つけないかっていうのが結構強いんだよね。相手を私のこのドストレートな性格とか、本音が結構、なんていうかな、グサっていう
こう刺さっちゃうイメージが結構強いから、私の中でね、あの幼少期とかも友達を泣かしちゃったりとか、あの彼氏、大学の時付き合ってた彼氏も泣かせちゃったりとか、そういう経験があるから、私は結構本音を言うと相手を傷つけちゃうっていう、ちょっとイメージ、セルフイメージが強いのと、あと少し、まあ、相手にどういう風に思われるかなっていうのが、あの思っちゃうタイプなんだよね。だから、まあ、全部当てはまるって人もいるし、私みたいにここが強いなみたいな人も多いと思うんだけど、私はそのどう思われるんだろうっていうのは今はちょっと減ったけど、でも未だに私は相手に私のこの言葉、本音を伝えたら相手を傷つけちゃうんじゃないかっていう思い込みはめっちゃ強いんだよね。よしみさん、ゆる恋しててもやはり人の目を気にしてる自分が根深いことに気づきました。そうなんだ。でもなんかタクトさんのやつさ、受けると多分さ、すごいもっとなんだろう、ゆる恋ってちょっと感覚的な話が多いし、なんか自分の、ま、心とか、ま、幼少期の思い込みとか、なんかちょっとパートナーシップ寄りだからさ、もっとこう理論的にさ教えてくれるからよりいいよね。吉見さんは根深いしね、なんかやってよかったんじゃないかなって思う。あ、ポテミズかなちゃん、ゆりこさん、こんばんは。そうで、そう、私はそういう思い込みが強いんだよね。人と関わるのは好きだけど、私は本音が結構、本音がわがままだって思っちゃったりとか、なんか本音が結構ドストレートすぎてきついって思っちゃったりする思い込みがあるんだよね。あ、なみさん、こんばんは。で、あの私がその人とコミュニケーションを取る上でまず大切にしてることなんだけど、これは結構恋愛でもすごく使ってた。特にそのムロさんと出会ってから、初めこうまだなんていうな、彼氏とか彼女の関係になってない時から、あの使ってたんだけど、どこ行ったっけメモしたのに、私ちゃんとメモしてるんだよ、真面目だ。そう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 。で、何を私は結構こうコミュニケーションを取るときに大事にしてるかっていうと、さっき言ったその自分の本音を言うときとか自分の気持ちを言うときに何を恐れてるかっていうのをまず把握するってことを、あの最初一番大事にしてたんだよね。まあ私が今4つの項目でストーリーに挙げたみたいに、何がその本音を言うのに自分の心を妨げてるんだろうっていうか、自分の行動を妨げてるんだろうっていう原因をまず知るってことを私はしてました。でそれで分かったのは、私はその本音を結構こう言っちゃうと人を傷つけてしまうっていう思い込みが強いなっていうことをまず知る。で、知った上で私が人と関わるときに大事にしてるのが、それを先に伝えるってことを結構やってるんだよね。これみんなやってるかな。前、私も無料セッションの時に、なんかこう伝えるのが怖いですって言われた時にアドバイスしたんだけど、私結構ね、人と関わるときとか初めて会う人にもう事前に枕言葉としてそのことを話すようにしてるんだよね。それどういうことかっていうと、例えばそのムロさんと結構関係性が深まったり、初めて出会った時には言ってないけど、あのこれからこうパートナーとして深く関わっていくっていう時に、あのやっぱりそこを本音を言った時に嫌われたりとか、なんかこう傷つけたら嫌だなっていう気持ちがあったから、先に私は結構本音を言ったり自分の気持ちを言うのが苦手だから、あの傷つけちゃう可能性もあるから、あの教えてねとか、あのもし私の言葉で傷ついたら言ってねっていうことを事前に言うっていうことを結構してます。これはみんなしてますか？なんかね、私それ言った時に、あ、そうやって言えばいいんですねって言われたんよね。そのセッションをしてた時にのあのクライアントさんに。で、多分、これをする人ってあんまりいないっていうか、
そもそも自分がどういうことが苦手かっていうのも分かってないし、なんかこう、人と話すときに、先に自分の弱いとことか、自分の苦手なことをさらけ出すって人がそもそもいないんだよね。で、何が起きるかっていうと、人と関わるときに、みんな怖いなとか、ちょっと話してるの嫌だからこう、逃げちゃったり、いい顔をしたりとか、なんでしちゃうかっていうと、やっぱりその、どうしても人間関係で起きる悩みって、人によく見せようとしてしまうこと。わかるかな？私、なんかこう、今日もね、言語化してて思ったんだけど、あんまりその質問された時も思ったんだけど、なんか人が喜ぶ、これは良くも悪くもだと思うんだけど、私って結構もうそのままで生きるってことを結構大事にしてるから、そもそも人によく思わせようとか人にを喜ばせようとかあんまり考えずに生きていて、いい顔を見せようとしていいことを言うことがほとんどないんだよね。それよりも私が大事にしてるのは、ダメな自分を先に伝えちゃう、その本音を言えないブロックがあることを先に言っちゃうっていうのかな。それを私は結構大事にしてるんだよね。特に深く関係を築きたい人、これからもずっと、なんていうかな、ずっと先一緒にいたい人には、先に言うっていうことを結構やってますね。みんなは言えてますか？その本音が苦手。本音を伝えるのが苦手とか、自分はこういうのが苦手って思ってる時に先に言うってことしてる。私本当に付き合った時からずっと言ってたんだよね。なんか怖いじゃん、やっぱり初めましての人とかこれから好きになる人に、なんかこう本音を言う、こうしたいって言ったりとか、こうやりたい、こうここに行きたいとか言う時にちょっとためらうんだけど、先に結構私は全部言ってたね。こういう、結構私わがままだから、なんか振り回したらごめんねとか、振り回してたら言ってねとか、そういうことを先に言うっていうのを私は結構おすすめしてます。本音を言うのが苦手な人。今日はみんな静かだね。っていうのを結構してるかな、私は。自分の気持ちを言うときに、なんかそうするとなんか、みんなも逆の立場に立ったらわかると思うんだけど、なんかこう言うの、自分の気持ち言うの苦手だから教えてねとか、なんかもし自分のこと、このこと言ったことに対して傷ついたらちゃんと言ってねって言われたら、ちょっとなんていうのかな、構えるし、あ、そういう人なんだっていうのがちょっとわかるじゃん。あ、沙織さんって結構ドストレートに言っちゃうから、あ、そういう、わ、なんか傷つけようとか嫌いで言ってるんじゃないんだなってことが相手がわかるから、私はね結構効果的だと思うんだよね。そう、そしたらさ、なんかその彼も彼でなんかこうその人に対しての認識が先にできるから、何？あ、そう、相手も傷つかなくて済んだりとかさ、相手もこう、なんて、構えられるって言ったら変だな、準備できる。そう。だけど、やっぱ初めまして同士で、どういう人かもわからない状態で、やっぱ本音を言うっていうのは難しいし、苦手じゃん。私もそのできたタイプではないんだけど、だけど、なんか自分、特に私はそういう恋愛とかを学んでるからこそ、自分が先にこうオープンになってあげるとか、オープンになってあげるって意味だね。意味で、自分はこういうのが苦手です。こういう言い方しかできないけど、嫌だったら教えてねとか、直すからとか、そういうのを結構ね、私は先に言ってました。よしみさん、人によく見られたい、嫌われたくないが強すぎて人と深く関わりたくないまで思ってました。でも最近は私はこうだよって伝えると人付き合いが安心してできるようになっていった。そうだよね。
そうなんだ。ここ強いんだろうね。人によく見られたい、嫌われたくないが強すぎて人とか深く関わりたくないまで。へえ。なんでよく、なんかこれ教えてほしい。よしみ、ちょっとね、ゆるこよ講座みたいになるんだけどさ。人にさ、よく、なんで見られたいんだろう。ごめんね、これ私が、私ね、すごい思ったんだけど、最近ね、決めたことがあるの。ちょっと脱線するんだけど、私、なんていうかな、前までやっぱりその自分が経験してきてないことを予測して答えるってことを割としてたんだよね。とか、自分が乗り越えてないこともそのゆる恋のメソッドを通してみんなの役に立とうって結構頑張ってたんだけど、最近それをやめたのね。なんかやめたって言うと変だけど、その無理くりこう炙り出さないようにしてて、それなんでかっていうと、なんか私が乗り越えてないことを予測とかゆる恋のメソッドで、なんかこう推測してやるのってちょっとなんか危険だなというか、ちょっとなんか嫌だなって最近思うようになって、だからその、そもそもヨシミンだと人によく見られたいと思ってたわけじゃん。そこをなんでそう思うのかなっていう相手を知ろうっていうのを最近してて、なんで私が人によく見られたいっていう願望があんまりそもそもないのね。そう、強くないって感じ。なんでみんなそう思われたいんだろうっていうのを教えて。よく見られて何が良くて、よく見られて何がいいのって私は思ってるんだけど。私はよく見られる方が嫌なタイプだったのね。よく見せてきて苦しんだタイプだから、なんでみんなよく 見られたいと思うんだろうって思って教えてください。みほちゃん、プーさんは本音言うの苦手で言うことに躊躇するけど、次の恋愛では頑張りたいんだって伝えてみます。伝えてみて。なんかさ、私ね、結構これ自然とっていうか、ゆる恋って結構本当の自分を知って、その自分の弱い部分とか、ちゃんとこう頼ろうとかってよく言うんだけど、私こういうところからだと思ってて、女性がね、頼るってことってなんか甘えるとか大きいことじゃなくって、こういう自分の苦手なポイントとか、なんか自分がこう困ってるポイントとかを素直に伝えることからスタートだと思うんだよね。だからその本音を言えない時とか、なんかみほちゃんのさ、プータンだってプーさんに本音言うの苦手っていうことね、次の恋愛で頑張りたいんだってさ、その本音じゃん。だからね、私はその苦手ってことと、でもあなたとは今回頑張りたいんだよねっていう、私はそこ乗り越えたいんだよねってことをやっぱ伝えていくってことが、私はね、愛されるポイントだと思う。それをしてれば、それもセットでしながら本音を伝えてたら、絶対嫌われないんだよね。それでも嫌う相手なら、いらないと思う。私は、彼氏とかね、旦那さんにいらないし、それでも離れてく友達とか、なんていうの、仕事仲間だったら、全然大切にしなくていいと思うよ。だってこっちは苦手だって伝えてるし、こっちはすごい克服しようまで思って、伝えてるのに、なんかそれも分かってくれなかったり、なんかそれも、なんか相手はダイレクトに傷ついて落ち込むって相手の問題だから。そうそうそう。だからね、やってみて。みほちゃん絶対もっともっと愛されると思う。それ、すると。なおちゃん、私はしっかりしてそうって見られて忘れっぽいとこ、ミスが多いこと、営業時代に困ってました。だから今は職場でミス多いんでって伝えたら意外とポンコツと分かってもらえて行きやすいって、そうなんだよね。本当にそうなんだよね。なんか、もちろんいろんな女性がいてさ、なおちゃんみたいに本当はポンコツだけど、こうしっかりしてそうに見られやすいとかさ、まあ私もそうなんだけど、こういうなんか結構ふわふわして見られるんだけど、意外とこう言っちゃうところとかが結構一致しなくてさ、OL 時代結構苦しんでたんだよね。なんかその、奥野さんめっちゃ意外に言うねとか、大学の時付き合ってた彼氏に別れたいって言ったら、すごくせがまれて、
めちゃめちゃ正論ぶつけて泣かしたことがあったの。違う、大学の元彼で。で、サークル内で、なんか沙織ちゃんってあんな可愛い顔してめっちゃ言うらしいとか言って噂が回って、なんかサークルに行けなくなったことがあるのよ。で、そっから、なんか私はこの見た目だから、なんかこの見た目に合った話し方をしなきゃいけないとかね。そういうのですごい生きづらくなったことがあるんよ。そう、だから、その、結局その、どうしても人はね、こう見た目だったり、その、ね、なおちゃんで言うと、その、しっかり見られやすいってとこでさ、勝手に判断されちゃうから、だからこう私たちから、あ、こういうところ苦手なんです、みたいな。なおちゃんで言うとポンコツだし、ミス多いんです、とかさ。なおちゃんだと結構仕事は早いけど、結構チェックはなんかこう甘いっていうか、チェックはこうあんまりしないから、かなちゃんとかにさ、チェックしてね、とか言うじゃん。ああいうのもめっちゃいいんだよね、やっぱり。そうすると、お互いが、あ、なおちゃんはこういう人なんだって。あ、じゃあ私はチェックしてあげようとかね。なんか得意なところも補えるから、私は結構やっぱパートナーシップっていうかコミュニケーションで割とこれをするようになってすごい楽になった。だからムロさんともなんか沙織ちゃんってすごい穏やかでみたいな最初の頃ね、穏やかで沙織ちゃんってなんかニコニコしてて明るいよねみたいなことを言われた時に、あの、やっぱこう言ってたね。それだけじゃなくてみたいな。意外にそのやっぱ本音を言うってことが今まで苦手だったから、言い慣れてないし、言い方もすごいわからないから、そのオブラートに包んで言うっていうのがそもそももう装備としてさ、備わってないんですってことも言ってやってるから、まあ、未だに沙織ちゃんその言い方きついよとか言われるけど、なんか嫌われるってことはない。絶対に。あ、エリさんこんばんは。アリちゃん年表の癖で停滞してた。ら、環境のせいにして嘆いて行動をやめてる自分に気づきました。すごいじゃん。なるほどね。じゃああれかもね。アリちゃんは、環境のせいとか人のせいにしてる時が良くないのかもしれないね。でもさ、そのくせに気づいたらもう、あとはさ、こう、自分、なんだろう、せいにしてそうだなっていう、そこ乗り越えたらいいだけだしね。なるほどね。でもやっぱりさ、この前の話と一緒で、止まってる時だよね、行動がね。で、そこにプラスしてアリちゃんは多分、環境のせいとか誰かのせいとかね、してる時に、止まっちゃうんだろうね。でもなんか、今のアリちゃんだとそれ減ってくと思うけどね。なんか、自分に矢印向けるの上手になってきたし。そうなんだね。でもあるよね。でもそうだな。私もそうだと思う。この環境に入る29歳までずっと人のせいにしてた。今ではさ、今ではさ、なんかなおちゃんとかのブログでもさ、沙織さんはすごいなんかこう、なんかうまくいってない時も、なんか自分に矢印を向けてみたいに書かれてるじゃん。書いてくれたんだよね。で、私それ見た時にすごい嬉しい反面、あ、本当に変わったんだなって思ったんだよね。あの、この環境に入って、その自分でビジネスしようとか、自分を変えたいなって思った時に、一番最初に決めたことが私はもう自分言い訳しないってことだったんだよね。言い訳しないってことと、人のせい、その相手のせいにしないってことを決めたの。でも、29歳までの私は常に人のせいにしてた。私、幼少期めちゃめちゃ太ってるのも親のせいにしてたし、あの、仕事がうまくいかないのも会社のせいにしてたし、結婚できないのも歴代の彼氏のせいにしてたから、そう、でもなんかそれがダメなんだなって気づいたのがその28歳だったかな。多くの人がそうだと思うんだよね、普通に生きてたら。だってさ、人のせいにしてないでやってらんないじゃん。だけどそのままでもいいんだけど、それじゃ何も変わらないよねって気づいた人からやっぱ早いよね、変わるの。でも髪今日ボサボサな、やだ。明日を可愛く登場します。すごいね、アリちゃん。でもそこをさ、直視できるってめっちゃ強いから。みほちゃん、本日ブーさんの家から参加してるんですけど、イヤホン忘れて、あ、部屋の隅っこで聞いてたらイヤホン貸してくれました。可愛いじゃん。ありがとうね。なんか、プーさんとデート中なのに参加してくれるの。解禁しようじゃない？ありがとう、本当に。
愛理ちゃん、自分がガンガン動いてるときは叶えることができていて、年表書いて自信が湧いてきました。すごいね。だから、やっぱりね、なんか、人生って、なんかその、周期があるんだよね。その、まあ、人間当たり前だけど、人生っていう人間かな、その、生きてたら、ずっと好調でこうやって生きる人ってほとんどいなくて、やっぱりそのバイオリズム、周期で、このいいか、良かったり悪かったりって絶対あるんだよね。だからここを乗りこなせる自分になるか、なれるかっていうのがすごい大事だから、だから愛理ちゃんで言うと、こっちに行ってる時は多分自分で動いてる時で、こう下がる時は多分人のせいとか環境のせいにして止まってる時だから、なんかそこさえ分かってしまったら、もちろんさ、その、人間だから、なんかその人のせいにしたい時もあるし、なんかこう動きたくない時もあるじゃん。なんかそこは責めなくてよくて、そういう時はもう動かないって決めるとか、あのもう今日、今は私は人のせいにしたい時なんだって認めるとかね、そっちの方がすごい楽。だけど多くの人はそれを、あの、ジャッジするから、ダメだって。全然いいんだよね。だって私だってするもん、もちろん。だけど、それをずっとしてても何も変わらないよっていう、もうなんかそこがセットだから、結局こう上がろうって、どうしたら上がれるかっていうのをさ考えるようになるじゃん。なんかそれでいいんだよね、こういう。そうだよ。だから愛理ちゃんだって今自分で動けてるから自信ついていくんじゃないかなって思うよ。あやなさんこんばんは。石見さん、小さい時自分の気持ちをストレートに伝えたら性格悪いって無視されることがあり、平和に過ごすにはみんなに好かれるのが一番だと思ってました。それから自分の意見を言うと嫌われるとか自己否定、自己肯定感が低くなり、みんなに好かれるのが正義って思うようになります。そうなんだね。じゃあいじめられた経験って感じかな。まあね、あるよね。でもさ、小さい頃ってさ、なんかこれもうなんか私のさ、ズボラな性格で、ちょっと捉えてほしいんだけどさ、あの、小さい、やっぱり私もゆる恋のセッションとかしててね、やっぱりこう、みんなの、こう、人、よく見せたいとか、嫌われるのが怖いって、多くは幼少期とか小さい頃の傷なんだよね。で、それを結局は30歳、40歳ぐらいまで、引き継い、なんていうかな、こう、ずっとその傷があるっていうことじゃん。で、今日ストーリーでも人と関わるのがそもそも苦手って人って、あのもう、絶対幼少期の何かがあるはずだって私は思うんだよね。親子関係も含めて。まあ、ゆる恋では結構親子関係話すけど、そういうよしみさんみたいな、あの小さい頃にストレートに言ったら傷ついた経験っていうのがあるんだよね。だから、その守ろうとするんだけど、でね、これはなんかほんと極論だけどさ、あの、いやもうなんか傷つきましたとか言われたらごめんねって感じで、私の考え方で言うとね、そもそも幼少期ってさ、結構みんないじめられてない？あの、私もいじめられてたわけ。で、その度合いがあるとは思うんだけどね。で、その、だからその、当時のその小さい頃の私たちとか、小さい頃に関わってたその人ってさ、言ったらお互い子供同士で、もうそういう教育も受けてなくて、もう言ったらそのもう赤ん坊みたいな状態でさ、生きちゃうわけじゃん。だからもちろんそのゆしみさんみたいにストレートなことを言って失敗することだってあるし、あの、なんていうかな、こう、普通に、私も普通に生きててだよ。普通に生きてて、無視されたりとかさ、仲間外れに会うってことって、なんか誰しも多分通ってる経験なんだよね。私も普通にある。あの、普通に中学校とか、こう、高校はないか、中学校、小学校の時って、なんかこう、女子あるあるだけどさ、毎回こう、今週はあの子 A ちゃんみたいな、今週は B ちゃん、今週は C ちゃん、今週は私みたいなさ、でさ、なんかその無視されるとか、全然あったわけよ。で、なんか、それを結局、なんていうかな、ずっとこう、握りしめちゃってるっていう、のがさ、やっぱりこう、よしみさんの一番多分怖いところだと思うんだよね。だからそれを、なんていうかな、こう、その時はそうだったけど、今は、今のそういう人たちでは、
本当に同じことが起こるのかっていう、なんていうの、こう実践はしていかないとその傷って言えないだろうなって私思うんだよね。え、言ってる意味わかる？で、吉井さんに言うと、それが1回なのか2回なのか、どこのコミュニティに行ってもそうなのかっていう、そういう、なんていうかな、こう自分をちゃんと知ることもすごく大事だし、なんかずっとそこに握ってて、なんかこうずっと私は嫌われるんだと思っちゃうのもやっぱ怖いよねって聞いてて思った。これで私の極論話で、私の思考っていうのかな、私の生き方はそうなんだよね。でも私ももちろんいじめられたこととかあるし、本気でなんか小学校の時とかもう学校行きたくなくて、なんかもう死んだ方がいいんじゃないかとか思ったこととかあるの、こんなあれだけど。だけどさ、なんかなんていうの、だけどそれをずっとじゃあ今も思ってるかっていうと、やっぱりそう思わないように、思わないようにっていうか、その小さい頃から今大人にこうなって、多分こう乗り越えるように行動してるんだと思うんだよね。え、わかる？ちょっと私の言葉。あ、さっきさん、エリさん、こんばんは。リコさん、こんばんは。そう、だからなんかあの、これは性格にもよるし自分の特性にもよるんだけど、なんかこうやっぱりこう嫌われるんじゃないかとか、嫌われるのが怖いって人って、そもそもそのままの昔のままの自分で人と関わるの変えてない人が多いんじゃないかなって思うんだよね。一緒のやり方をしてたらもちろん同じように嫌われちゃう可能性はあるけど、でも、あ、私なんていうのかな、あのちょっとずつコミュニケーションって変えていけるから、そこをやるのは大事だよ。まあまあハードにいじめに遭いましたが、田舎あるあるです。大体みんな経験しても分かってます。それでも乗り越えられないってことだよね。なるほどね。根深いね。そっか。え、それってもうあれかな、もう何、本当殺されそうになって、いじめってどれぐらいなんだろう。ちょっと私もちょっとね、安易に言えないよね。そのお前のいじめはなんか少ないだろうって言われたらあれだから、まあ、あるよね。まあ、でもその時のゆせみさんと今は確実に変わってるっていうのはちゃんと分かった方がいいと思う。だって絶対違うじゃん、今のゆせみと。でもそこを自分が思わない限り、一生その時の自分を握りしめてるから、結局そのなんていうの、こう関わるコミュニケーションっていうのは、あの一生変わらないと思うんだよね。前なんか、そう、美穂ちゃんも書いてて、私も小学生の時いじめられてましたが、おかげで中学生ではたくましくなりましたって書いてたりとか、前、なんか、美穂ちゃんにも、あの、YouTube 撮った後に話したんだけど、なんか、結局その、私はこうだ、私はこう、ストレートに、ヨシミンで言うと多分、小さい子に自分の気持ちをストレートに伝われたら、性格悪いって言われたってあるじゃん、無視されたってあると思うんだけど、結局その自分がずっと、私はストレートに言ったら、ストレートに言うことは性格が悪いことだって思いながら人と関わってると、あの表情も暗いし、自分の吐き出す言葉も結局そっち寄りのことを言っちゃうんだよね。わかるかな。そう、だからあのそこを握りしめてずっといるのは、ずっといちゃうんだけど、難しいよってこと。だからね、あの、多分ね、ヨシミンで言うと、全然ストレート、私と変わんないと思うよ。そう。変わらないんだよね、多分。だけど、あの、その現実をずっと握りしめてるか握りしめてないかの差だから、あの私もちょっと否定するよ、この私怖い嫌われるかもみたいなあるけど、なんかそんな自己否定まであんましない、もうしょうがないなって感じ。
だからそれもその自己需要ってとこ、私はもう認めちゃってるんだよね。だからなんていうかな、さっきの今日のストーリーにあげた DM じゃないけど、私はそもそも自分の本音を言ったり、自分の気持ちを伝えることをそもそも上手にできるってことを上手にできるとも思ってないし、喜ばせようと言えるような思考もないし、だからもうそれも認めた上でもうみんなに関わるって決めてるから、だからそんなに嫌われたりなんかこう何いじめられたりっていうのが私の人生では起きないんだと思う。なぜなら自分がもうそういう自分だったらいじめられるって認識ゼロだから、ほとんどそこの差かもね。 C さんかな、ゆしみさん、大人になってそんな人はいないってこと気づいてからは全信頼をしてます。みんなこんなポンコツだったり破天荒な私も認めてくれる愛を感じてます。よかったねでもまだ残ってると思うよ。まだまだよしみはあると思うけどまあずっとあるよね、私もあるし、全然あると思う。だってよしみもっとパワー出しても全然嫌われないと思う、自分がそれを認めてたら。全然大丈夫だよ。みほちゃん、はい、沙織さんから教えてもらいました、頭パッカーンですね。だからその自分がどういう風に思ってるかっていうことを、そのもう嫌われちゃう、いじめられた時の私と一緒でいると、私はそうなんだってずっと思ってると、やっぱ人間関係関わるのは難しいよね。ポイムーさん、こんばんは。アイリさん、アイリさんとアイリちゃん、沙織さんかっこよすぎます。ライブ見てて気づきありまくりで熱いです。本当？ありがとう。なんかさ、私もでもな、最近気づいたことがあって、ね、なんで私インスタライブをするの嫌だったかっていうのがちょっと見えたの。今日にちょっとつながるなって思ったんだけど、ね、なんか、これなんか前、なおちゃんとも話したんだけどさ、私も結構その節があるんだけど、やっぱりね、ブログの方がさ、整えて出せるの。もちろん、何回も書き直したりとか、何回もできるんだけど、今日もね、今話してて自分で思ってるんだけど、私めっちゃ感覚っていうか、その説明がやっぱ上手じゃないのね。だから、こう、私の言葉って伝わらないだろうなって思ってたの、ずっと。これなんかずっとなんだよね、多分。どうせ私の言葉って分かりづらいよなって思いながら発信してる根底があって。だから、インスタライブやるのも、どうせなんか私のこんななんかちょっと意識みたいな、なんかこう抽象的な話とか、分かんないよな、みたいな感じに思ってたの、今まで。だからね、なんかこう、みんなの反応を気にしながら、伝わってるみたいな感じで言うのはそういうことで、私の中ではね、めっちゃ熱いの。これみたいな。だけど、みんなには伝わらないじゃないかっていう、ちょっと恐れがあるってことに、今日っていうか、ライブしてても、この数日ですごく感じた。でも、なんか、アリちゃんみたいに、なんかやっぱ気づいてくれる子もいたりとか、あ、そうですとかさ、なおちゃんもなんか書いてくれたり、その私のこの感覚とか、この、こうなんよ、みたいなやつを、ちゃんとキャッチしてくれて、自分に落とし込んでくれる人っているんだなって思ったら、自信になった。それでいいんかって思って。そう、だからなんか、あるんだよね。ちょっと、脱線したけど。なおちゃん、人から責められると感じた時も全然ありますが、大体幻想でした。そうだよ。幻想だよね。私も思うもん。だから自分がちょっと苦手だなとか良くないなって思ってるものって、自分が一番自分責めしてるから、責められてるように取っちゃうしね。ゆしみ、はい、もっと自分のパワー出していきます。お願いします。
美穂ちゃんこれやってる私嫌われるって思いながら人と接するとマジ嫌われる現実認めると嫌われない。そうだよ、いや本当に本当に。だからさ、美穂ちゃんとかなんかなんていうんかな、美穂ちゃんとかっていうか、なんか私も思ったんだけど、自分もさ、その美穂ちゃんも言ってくれたみたいに、そのやっぱこの言葉を言ったら傷つくんじゃないかみたいな思い込みが強くて、やっぱりその人と言う時って結局そのもう伝わらないからえいみたいないつも以上に草みたいなことってやっぱりあるんよ。なんか投げ出しちゃうっていうか、あのだけどなんか私は結局その嫌われる、こういうなんかストレートに言うこともなんかこう悪気があるわけじゃないし、それが私なんだって認めるとさ、なんかそのさっきの最初に言ったみたいに冒頭に、あの私は結構こうあのドストレートに言っちゃうから傷つけちゃうかもしれないし、今から伝えることもなんかこうちょっと傷ついたごめんねみたいな感じで、なんか先にフォローもできるし、なんか後からも気づいてもし言い過ぎたりしたら、自分自身がそういう性質だって分かって認めてたら後からだってフォローができるんだよね。そうそうそう、だからそういうのはすごい大事だと私は思うんだよね、コミュニケーションで。ゆうさんこんばんは。よしみさん、さおりさんパワーから伝わります、ありがとうそう、私も思い込みが全然まだまだあるんだよね、やっぱり。だけどなんかさ、私で言うとその今ゆるこん心理学っていう恋愛パートナーシップ講座を教えてるんだけど、なんかさ、私も結局なんかこう目に見えないものを商品にすることとか、目に見えないもの、こういうパートナーシップとかコミュニケーションみたいな、こう目に見えてこれですみたいなことを、正直今まで目に見えてこれですっていうものじゃないものをそもそもこう扱ったことがないから、なんかやっぱ私ってこう言葉にちゃんとできないといけないみたいな思い込み強いんだろうなって思って、人はちゃんと伝えないと伝わらないみたいな、なんかそれをなんか私このライブで外せそうな気がするのなんかみんながやっぱ沙織さんはもう別にテーマとか入れないですとか、ただ喋ってたらいいですとか、なんかそれこそこう私がこう熱く言ってたらパワーを受け取ってくれたり、それがなんかたとえ私が思ってる答えじゃなくても、みんななりにキャッチしてくれたら何でもいいなって思ったよね。なんか私も結構これはブロックなんだと思う。だから逆にそのさっきの美穂ちゃんじゃないけど、なんかこううまく伝えようとしてなんか装ったりこうする方が変なエネルギー出るんだろうなと思ってだからよく沙織さん怖いとか言われたのはそういうことだと思う。私もよく言われたんだよね、八方美人とかね、言われたりよくしてたけど、全然八方美人でもなく、多分うまく伝えられないと思って自分がこう猫をかぶりすぎたゆえの結果だと思うんだよね。変な引いた。なおちゃん、タクトさんのセッションで私インプットが感覚って言われました、だから感覚で受け取れるんだと気づきました、アウトプットは論理的で、だから動画編集チームを分かりやすく教えると。なるほどね、あ書いてたね、そういえば。えめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。だからさ、なおちゃんの私さ、ブログもうやめますっていう宣言したじゃん、また書くかもしれないけど、多分もう余裕が出てったら書くんだけど、なんかやめますって言った瞬間、なおちゃんがすごいブログ書いてて、なおちゃんがそのみんなからさ分かりやすいって言われてて、読んだ時になおちゃんってめっちゃ感覚も言葉に文章にできるってすごいなって思ったよね。で私はこれを多分やれない自分に許可を下ろしてなかったんだと思うよ。だからずっとこのなんかこの何拙い言語化をちゃんと文章にしなきゃ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 ってずっとブログをやってたでもそれをなんて手放したら、なおちゃんがこう
出てきたっていうか、なおちゃんのその良さがフォーカスされて、それでいいんだみたいな、思ってるし、なんかこう、だからなんか多分か比べてたんだろうね、そのやっぱうまく伝えられる人を。だから私もそういう感じであるんよ。だけどなんか潔くちゃんと認めた方がいいこともあるよね。まさかりさん、こんばんは。なおちゃん、だから最近ふみかさんとさおりさんの凄さをみんなに伝えようって思って発信しております。ありがとうございます。いや、この前ね、ちょっと今日雑誌するけど、ふみかさんのブログに紹介してもらったけど、なんか、だから自分の紹介って嬉しいよ。自分が一番わかんないから、そうそうそう、そこを、まあ、今日ね、その一番大切にしてることを、まあ、最初に言ったんだけど、でだから私のね、コミュニケーションの中でその大切にしてるのって、そのやっぱり自分をよく見せすぎないってこと、よく見せようとしないってことと、やっぱりどこにその本音を言うことに恐れを感じてるかっていうのをちゃんと認識した上で、私はその先に相手に伝えるってことをしてるんだよね。で、私その時に、じゃあ例えば、その、なんていうか、好きな人に、その弱ささえ伝えられませんとかさ、なんかこう、言うの、旦那さんにそういう部分も言うの怖いんですとかさ、なんかそういうの言う前からさ、思っちゃう人とかいるじゃん。なんだけど、正直ね、なんかその弱みさえ言えない人とパートナーシップを築いていくって結構難しいと思うんだよね。あと、その弱みを言った時受け入れてくれない人とこの先何十年もいるのかって結構難しいから、それはなんか、やっぱり伝えるってことを挑戦しないっていうのは、なんかそもそも人と関わって生きていく上で、一人で一生生きていくならいいんだけど、そこはなんか逃げないでほしいなって私思うんだよね。厳しいかもしれないけど、一生一人でもうね、一生一人で生きてきますって人にはこの手法はいらないんだけど、でも絶対違うはずだから、みんなは。だから、そのここは苦手なんだよなってまず知るってこと、でそれをやっぱりちゃんと伝えるってことで、あともう一つ私がやっぱ大事だなって思うのは、そのコミュニケーションを取るときに、やっぱりその何がみんな怖いかって、そのエラーが起きたときだよね。その何か言ったときにこう喧嘩になったりとか、あとはその深刻になったりとか、なんかそういうなんかいざこざが怖いわけじゃん。だけど私はそういう何か起きたときこそ、やっぱり自分に非があるなら、ちゃんとそのごめんなさいねって認めることもそうだし、言い過ぎちゃった私が悪かったってちゃんと言えるっていう、なんかそこの3点セットがちゃんとあれば、私は人に嫌われることってないと思うんだよね。私はないです。私はないですっていうか、私はないね、この30何年間生きてきて、ちゃんとこう向き合った相手で嫌われたってことはないかな。向き合えなかったって人はもちろんいるけど、だからやっぱり自分が何を恐れてるか知るってことと、伝えるってことと、その伝えた先のエラーの時にちゃんと自分の非を認めて謝るとか、そういうのが大事だなって私は思うね。清水さん、確かにどう思われてるか考えないで、私らしくイケイケで好きにやってる時はうまくいくし、エネルギー回せるので、やっぱり人に好かれるとか考えないのが一番って思いました。そうだよ。そうだよ。そうだよ。もう私もだってもう考えてないもん。好かれるかどうかは。私が楽しくやるっていう。そこだけって感じかな。タオシャンさん、こんばんは。って感じで、今日も終わりました。みんなちょっと意識してみてほしい。絶対大丈夫だから。ちゃんと自分の本音を言うのが怖いところをちゃんと知るってことと、それを把握するってことと、ちゃんとそれを先に伝えるってことと、伝えた先に何かエラーが起きる。そこがみんな怖いから人と本音を言うのを避けるわけじゃん。だけど、その言った先に何かエラー起きたら、話し合ったり、自分の非を認めたり、ごめんねって時に言えたり、強がらずに人と関われば絶対に好かれるので、こうやってみてください。ということで、ちょっと明日は
朝ちょっと夜予定があるので朝にやろうと思います。よかったら来てください。10時ぐらいにやろうと思うので、みんなゴールデンウィーク楽しんでてください。今日もみんなありがとうございました。ちょっと私今日ダメだ、私美術が良くない今日の私美術が良くないからね、テンション下がってるけど、ちょっと汗がすごいの。ちょっと今日ストーリーにもぼやいたんだけど、ちょっと私もダイエットを頑張ろうと思いまして、やろうと思うので、また明日も来てください。では皆さんおやすみなさーい。